ったらちゃんと相手がこう下がりやすいというか反応しやすいようにここも振り上げたらスッと下ろしてあげる。見た瞬間に、そうです、見た瞬間に切り下ろす。ラスト見えんだろ、どう見えんだろ、勝負。こう縦っていうのはこう芝居である以上はいかにそれらしく見せてそれらしく演じれるかとかでどう表現するかとかっていう、要するにそこのその奥深さみたいなところだと思うんですよ。縦のいわゆる根本というか基本的には人をその傷つけない、自分も傷つけない、いかにこういうところに人がいても自分のところでこうやってできるか、より正確に自分が思った通りのところへこう切り込めるか打ち込めるかっていうことがいわゆる後々相手との信頼関係につながっていく。自分勝手に動くことの怖さって言いますかね、相手のことをちゃんとこういろんな意味で鑑みないと、その必ずそこにはこうリアリティが生まれない、まあそういうところに、まあ、気づいていただければ。だから最初から上手い人は誰もいませんから、我々が伝えているのはあくまで基本的なことであって、自分たちがどう表現するかは自分たちで選ばないと。あの10人いて10人が同じ動きをして同じようではロボットがやってるのと一緒なんで、例えば同じ動きでも演じる人が変わると、あ、こうも違うんやってなるのがやっぱり縦のいいところ、やっぱりそれが値打ちだと思うんですよね。できるだけその夢であったりとか理想であったりとかっていうところに近づける手助けが我々が少しでもできるんであれば、だからこそこういうことができるようになりましたっていうレベルまでは、まあ皆さん行っていただきたいなと。